どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレドガズでございます。本日はですね、今度ガズレレド G ラボでリリースするガズの初めてウクレレのもう濃厚レビューをしたいと思います。この初めてウクレレなんですけど、このコンセプトはですね、初めてウクレレ始めてみたいな、でもどんなウクレレ買ったらいいかわかんないよ、でも高いのはちょっとね最初だからねちょっと無理だなっていう方に向けた、まさにその方に向けた、まさに初めてウクレレを買う人にの一本目ということの、コンセプトと、もう一個意味がありましてですね、ちょっとウクレレって音楽楽しいからさ、あなたも始めてみない、始めてあれ、そういう意味、誰かにプレゼントする、そういうことにも使えるんじゃないかなというふうに思う。そういうことでこの初めてウクレレっていうことを、ネーミングにしてます。でどんなものかちょっと皆さん見てみましょう。あ、そう、先に伝えておきますけど、この動画のさ後半の方で、いつ購入できるか、どうやって購入できるかっていうのをお伝えしますんで、ちょっと今はとりあえずウクレレのね、あのガズのわがままウクレレと初めてウクレレちょっと比較してみようよということで、もういきなり行ってみようと思います。まあ、ご購入をいただいてもらったらですね、こんな感じでこの段ボールに入ってウクレレが届きますよ。こんな風に箱に入ってます。でこれを開けるとどうなってるか、はい、これがじゃーん、ガズの初めてウクレレ、こんな風に皆さんのお手元に届きます。このソフトケース付きです。これも結構立派なケースに入ってるんですよ。よいしょ、こんな感じです。はい、しっかりこれロゴも入ってます、 G ラボ。はい、こんな感じで、まあまあショルダーにかけられるように紐もついてて、結構あのガズのわがままウクレレのケースよりはちょっと薄いですけど、しっかりこの厚みもあって、楽器用のケースとしてもうしっかり機能すると思います。ファスナーを開けます。はい、皆さんまだ出てる、こんな感じです。こういうね、まず傷防止みたいなのがこういうの入ってまして、これを開けるととうとう皆さんこれ出ますよ。これがガズの初めてウクレレ、じゃーん、これです。こちらが、今回発売になるガズの初めてウクレレになります。ちょっとよく見ていきましょう。じゃあこのケースを一回置いときます。はい、こんな感じでさーっと見てもらうと、このマーク、これあれあれ、ガズのわがままウクレレってこれそっくりじゃねえってことになるんですけど、そうなんです。基本的にはデザインは、まあ、似た感じの同じ匂いのする感じにしてもらおうということで、やっております。ちょっとここに わがままウクレレがあるんで見てみましょう。はい、こっちが わがままウクレレですね。でこっちちょっとだからボディ大きめだよね。これソプラノですからね、ネックのサイズとかはもう全く一緒でございます。こんな感じで一緒なんですけど、ちょっとこっちの方が一回ボディ大きくなっておりますけど、まあパッと見た感じもこのヘッドも見て、ほら、こっちがわがままウクレレ、こっちが今度発売になる初めてウクレレです。はい、ではちょっとレビューしていきましょう。ちょっとこれガズのわがままウクレレ、これはですね、ガズがわがまま言いまくって作った、あのベトナムでね、ベトナムに工場に、ベトナムに移住して工場でこの生み出してるモジャ川上くんと一緒に取り組んでる、もうこれは本当に高品質な、もうオールハンドメイド、オール単板のですね、材もこだわりまくってるんで、こっちはすごくいいですけど、まあでもそれだとね、それでもやっぱりね4万円5万円かかっちゃうんですよ。でこれでも本当にリーズナブルだと思うんですけど、でもやっぱ今回のコンセプトはウクレレやってみたいけどまだ分かんないもんみたいな方にとってはもうこれ本当にいいです。そしてこのガズの初めてウクレレのお値段ですけど、はい、こちらになってます。テレビショッピングみたいですけど、本当12500円プラス消費税で13750円。このお値段のことに関するお知らせはこの動画の後半でしっかりしていきますので、今ちょっととりあえずこの動画、ウクレレのご紹介ね。はい、全体的にはね、さっきも言ったけどちょっとボディソプラノにしては大きめになってます。そしてやっぱこのブリッジの形はこっちを見てください。こっちはガズがデザインしたオリジナルデザインに対して、これはまあ、四角い用という感じでございます。そして弦もフロロカーボン弦にしてまして、このガズの好みの弦ですね。でこのね、一番今回のポイントはこういうまあ、いわゆるリーズナブルで手に取りやすいウクレレっていうのは弦高っていう問題があるんですよ。弦高っていうのはこの弦の高さですね。ここが高いと押さえるときに結構力があるので、初心者さんの方は低い方がいいなと思って、ガズのわがままウクレレも限界まで弦高を下げてるってことなんですけど、こっちはですね、逆にここのね弦高はねすごくこだわって下げたんですけど、こっちはですね、初心者の方にね親指でこう引っかかりやすいように、ここはちょっとね あえてわがままウクレレ高くなってるということでございますね。こっちの方はできる限りね抑え込んでるんで抑えやすいです。さあどんな音がするんでしょう。ちょっと弾いてみましょう。これがびっくりするぐらい音量が大きいです。はい、ちょっとなんていうのかな、ちょっと弾きますね。そういうわけで結構弾きやすいですね。で音は大きいです。
ボリュームが大きいんですけど、あの、ね、こっちと比べるとガズのわがままウクレレに比べるとなんというんですかね、いや、あのワイルドな音ですね。こっちやっぱね、お品があります。ガズのわがままウクレレと大きな違いはやっぱり木材だと思うんですけど、やっぱこっちの方がしっとりシルキーな音、こっちはちょっと元気いっぱいのちょっとね、やんちゃな音って感じなのかな。でも初心者の人はこれ相当弾きやすいと思いますよ。これしっかり親指でしっかりここキャッチで、弦がねしっかりキャッチできるようになってます。こっちのガズのわがままウクレレはここのね、低さにも結構こだわってるんで、ここ撫でるように弾くような感じでやってるんですけどね。それではこのガズのわがままウクレレもちょっとさっきの比べてどんな感じで違うか。こっちのはやっぱり柔らかい、とろける感じですね。こうトロッとしてこう蜂蜜がかかったようなサウンドと言えばいいんでしょうかね。はい、ですけどやっぱり最初の1本としてはもうこれ本当に十分だと思います。1本1本ね、ジーラオチームのスタッフが検品してお届けしておりますんで、その本のところはご安心ください。まあとにかくこれですごく気楽にラフに楽しめるんじゃないかな。音も大きいっていうのは結構いいなと思って、あと突筆すべきですね、重さですね。軽いです、すごく。これがなんか持ち運ぶにもいいかなと思った。で、これ今ね、おすすめしたいのは、今ウクレレ何本か持ってるけど、なんか気軽に持ち運べる1本という意味でも、これは、初めてウクレレいいと思いますよ。あとね、これキャンプに持っていくとかもいいかもしれないです。で、こっち、エンドピン、エンドストラップと、このネックの後ろにストラップピンもついてます。そして発売日は、2020年11月15日のお昼ちょうどに、ガズレレ公式ホームページにて、ページが立ち上がります。そこでご注文いただけるようになります。さあ、そしてこのお値段なんですけど、先ほどもちょっとお伝えしましたけど、12,500円プラス消費税で13,750円に、全国一律1200円の送料がかかります。それで全部合わせて14,950円ということで、このねウクレレ、僕らの元々コンセプトでは15,000円以下でなんとかねこう皆さんにお届けできるようにということで、これがですね実ったということでございます。はい、そういうことで2020年の11月15日のお昼ちょうど正午12時に、ガズレレ公式ホームページ、ここにリンク貼っておきますけどね、ここに、パッとページが立ち上がりますんで、ぜひご検討してみてください。はい、本日はこのガズの初めてウクレレのウクレレ紹介レビューでした。皆さんいかがだったでしょうか。このウクレレ本当初心者の方はね、ここのねところがこう親指が最初引くとき4つ引きで引っ掛けやすいんで、すごく優しいと思いますよ。今回このガズレレのね、Gラボウクレレの新しい、仲間になったこのガズの初めてウクレレ、よろしくお願いします。そしてこっちのガズのわがままウクレレ、こっちの方はもう本当に珠玉の一本でございます。この2つ、合わせてよろしくお願いいたします。はい、ウクレレで楽しい音楽ライフ、毎日の生活の中にちょっとこう音楽が入るだけでね、もうかなり豊かになりますから、またガズレレ YouTube 動画でお会いしましょう。それでは皆さん、さよなら、バイバイ。